はい、どうも皆さん、こんにちは。F です。今日は、ブレンダーと、ボードを使ったですね、モーショントラッキング、ゲームの動画の中、ゲームじゃなくてもいいんですけど、その動画の中になんかオブジェクト入れたりだとか、文字入れたりとか、そういう動画をね、動画のチュートリアル、作り方を説明していこうと思ってるんですけど、皆さん、結構いろんな人が出してるチュートリアルって、ブレンダーオンリーのチュートリアルか、ブレンダーとそのボードを使ったチュートリアルだけど、そのレンダーが違ってですね、レンダラーかが違ってですね、ブレンダーレンダー、このちょっと出しますね。このね、この黒い影が黒いんですけど、設定によっては変えれるんですけど、一応このね、チュートリアルボードだと、で、ブレンダーオンリーのチュートリアルだと、このサイクルズレンダー、ちょっと綺麗になりましたよ。このチュートリアルなんですよ。これ、僕が今日説明するのは、このサイクルズレンダーと、ボードを使った、モーショントラッキングということで、あんまり出してる人はいないかもしれませんね。はい。いないからやるんですけど。じゃあ、説明していきますけど。必要なのは、このボードっていう、今ちょっとトラッキングっていうか、この解析中なんですけど、このソフトと、それからですね、AVATL とかでもいいんですけど、AVATL の方が早いかな。BMP.BMP っていう拡張子があるんですけど、それで出力できる、編集ソフトとか、コンバーターとかが、欲しいですっていうか、言います。で、やりますけど、ちょっとやってみましたけど、プラグイン出力で、この AVI BMP 出力っていうの、これ選びますね。はい。で、出力してパーって出てきてみたいな。で、あとは、僕が使ってるのこの XL コンバーター、コンバートかっていうやつなんですけど、これで、tga.tga っていうファイルも作らないといけないので、それに変換、BMP から .tga に変換できる、コンバーターもいりますね。はい。じゃあ、早速説明していきます。はい。まず、サイクルズレンダーに変えてもらってですね、レンダラーを。で、そっから、ここのモーショントラッキングっていう、これね、この上の、これを選びます。はい。で、さっき開いたこの動画ですね。途中までは基本的になんだっけ、ブレンダーオンリーでやるモーショントラッキングと同じ方法を使ってますんで。要はノードの組み方なんですけど、組み方っていうか、ノードのあれなんですけど。こっから、追加。で、特徴となる点を、このね、四角いやつでね、追加していくわけですよ。はい。1、2、3、4、5個。これ8個以上点がいるんで、で、今回チュートリアルなんで、まんま長くてもあれだし、何歩ぐらい ?90 ぐらい ?90 もいらないか。90でいいや。ちょっと短いけど、60ぐらいでやっていきます。はい。で、この60フレームの間で、隠れたりすると、トラッキングがばるんで、隠れない点が好ましいです。はい。1、2、3、4、5、6、7、あと1個かな。8個以上、点を見つ、まあなんかその特徴となる点を見つけて、左にあるこのトラックっていうのですね。これで、この再生ボタンクリックします。で、そうすると、おっと。あ、そうか。これね、パソコンのスペックによってはちょっと難しいっていう人もいるかもしれないですけど、この点を大きくすると、その分だけ精度が上がるんで、ちょっと点を大きくしますね。はい。で、もう一回トラッキングします。ピッ。はい。で、こうすると、こんな感じ。こんなもんでしょう。こんなもんでしょう。はい。いいっすかね。で、この赤いのも出てきたら、
どれだったかな、ソルブかっていうので背景として設定で、そうするとカメラを見た時にこの背景が出てくるんですけど、これだとまだ何にもならないです。はい、でこのカメラモーション開くか、カメラモーションの解決ですね、これをクリックしてやります。そうするとピッってやるとなんか変わるんですけど、このなんかソルブエラーっていうの、このなんか正確さですね、エラーが 65.7533 出てるんで、まあ、ちょっと頑張ってるよみたいなちょっとどころじゃない、だいぶ頑張ってる多分、綺麗に見えるけどだいぶ頑張ってるんですよねこれ多分。まあいいや。でトラッキングシーンの設定、このシーン設定のトラッキングシーンの設定やると、まあカメラが動き出すっていうね。はい、頑張ってますね、頑張ってますね。まあでも実際これね、頑張ってても今回関係ないので、まあこの僕そもそもブレンダーのこのモーショントラッキングがクッソ下手くそなんで、まあ使いたくねえなってなってボードを使ってたわけなんですけど、はいはいはい、まあ頑張ってますよね。でここから一回コンポジティング開くと、こういう風にノードが組まれてるわけですよ。はい、こうね、わかりますかね、ノードが組まれてるんですよ。でこれをまあちょっといじるかな、ちょっといじっていくわけなんですけど、まあここで一回ね、レンダリングを画像でちょっとしてみましょうっていうことで、はい、してみるとこんな感じになりますね。なんだこれみたいな、でもちゃんと影できてるし、このね物体もあるしみたいな。でこれこっからなんですけど、これでね、まだモーショントラッキング終わってねえな、あー終わってないですね。でまあボードのトラッキング終わりました。はい、終わりましたね。でそうすると今度はファイルのセーブっていうところから、ブレンダー Python スクリプトですね。でこれが今使ってるのがバージョンが 2.7 何歩とかだったかな、なんで 2.5x&higher ですね。これ OK で、そうするとさっきのはどこだったかな、ビデオの VFX、 はい、ここにまあなんか適当に1、まあ今回1とします。でセーブ、はい、エクスポートオール全部出力します。 OK で、まあ閉じてもどっちでもいいですけど、でそうするとですね、今度は、この左下のね、このなんか豆腐みたいなマークは、多分オブジェクトのマークなんですけど、テキストエディター、これからテキストエディターっていうのを開いて、開くですね。はい。で、そうすると Python スクリプトがテキストエディターで読み込めるので、さっき出力した、まあ、やつをやって、スクリプトを実行っていうのがあるんですけど、これを実行します。そうするとですね、この、data.lens.unit=degrees っていう、この、謎の文がね出てくるんですけど、これがどうもなんかエラー吐く原因らしいんですよ。でこれをね消してやります。ビビビビと、おお、はい、消しますね。まあこれはブレンダーとボード、ブレンダーレンダーを使ったボードとのモーショントラッキングのチュートリアルとかでも、まあなんかあんま説明されてないかもしれないですけど、あれでも同じなんですけど、なんかバージョンによってはこのさっきのその文が邪魔するらしいんで、でもう一回スクリプト実行すると今度はちゃんといけるんですよね。はい。で 3D ビューで見ると、さっき出力したこの点ですね、この点がトラッキングポイントなんですけど、でここでですね、ここからなんですけど、カメラをですね消します。このカメラを消します。最初にトラッキングしちゃったね、このカメラを消します。ピッと削除。はい。でそうするともう一個ある、その本体ってなんだよ、この点に付属してたこの Python スクリプトで読み込んだカメラっていうのがあるんですけど、これに変わるんですよ、カメラが。はい。でこれずれてるんですよ、なんでか知らないけど、このカメラクリップっていうのかな、これとなんかねずれてたかな、確かずれてないか、ずれてたような気がしたけどね、どうだろう、ずれてないな、
釣れてないですね。釣れてなければいいや。で、これで出力すると、確か背景が映らないはず。あ、映ったわ。あ、映ります。あ、映ったわ。では、これで、まあ、話を進めていきます。まあ、今ちょっと、すっごいね、ガバな、すっごいガバなものができてるけど、まあ、ちょっと、あれしましょう。で、このね、四角いのが、シャドウキャッチャーって言うんですけど、この四角いのね。これを、まあ、はーっと、どの辺、この辺にも、なんかぶっておきますか。ってことで、3D で見たときに、ここですね、この、なんかも、なんだっけ、木星とかであるこの輪っかですね。ここのところにね、点の上がいいです。点の上に来るように、まあ、回転させるなり、移動させるなりして、まあ、ちょっと置いていきます。はい。このシャドウキャッチャーを置いてですね、こんな感じで。で、そうすると、ビビビビ、はい、こんな感じになります。まあ、で、本当は、今こっちが何番だったっけ？ X が28か。まあ、本当はですね、影とかつけるときも、オブジェクトに対してっていうか、元の動画と同じ影を作ると、まあ、よりリアルに見えるというかね。っていう、あれなんですけど、まあまあ、とりあえず、これで、一回、見てみると、まあ、この辺で影が収まってますね。この動画は影はどこに伸びてるんだろうな。こっからこう伸びてるのかな？こう伸びてるのかな？まあ、よくわかんねえや。いいや。で、レンダリングします。で、そうすると、ビット、はい、四角い豆腐がありません、一個。で、まあ、とりあえずね、これで、要は、こっから、このアニメーションレンダリングっていうのをして、なんだろう、普通にそれでもう終わりなんですよね、基本的には。まあ、ちょっとまあ、何フレーム、5フレーム、10フレームぐらいやってみますか、レンダリング。早いんで、ちょっとできるでしょ。とりあえずちょっと動いてるのだけをね、見せておかないと、ん？とかなる人もいるかもしれないんで。こんなもんでいっか。このフレーム終わったら、ちょっとレンダリング中止しますけど。はい。はい、ストップ。で、レンダリングしたアニメーションを再生すると、まあ、綺麗でしょ、みたいな。こんな感じです。はい。まあ、いいんじゃね？みたいな。で、まあ、今日は、まあ、今日の内容としては、これで、まあ、適当にちょっとね、今度は、この四角に対してね、まあ、なんか、マテリアルをつけていこうっていう話なんですけど、光沢つけるとどうなるか、やってみると、まあ、こんな感じ。変わってねえな。まあ、これで、あとはもうサイクルズレンダーの要領で、まあ、いろいろいじってっていうのができるので、まあ、個人的には、これが、まあ、一番しっくりくるじゃないけど、良かったですね。まあ、テクスチャーもいろいろいじれるし、その、バンプマップだとか、いろいろマッピングとかもいじれるんで、いや、いいなと思ったんですけど。まあ、今日はとりあえずこれで、一通り説明したので、まあ、終わりますけど。まあ、よかったら、他のことについてもなんか教えてほしいとかあれば、またコメント欄、YouTube のコメント欄とかに、まあ書いていただいたり、Twitter の方にも言っていただくと、まあ反応できるときは反応しますので、まあまた言ってください。はい。以上かな？以上ですね。はい。以上ですね。はい。ではこれで、まあ説明の方を終わります。ご視聴ありがとうございました。またよければお願いします。それでは、さよなら。